孤島の太陽は、1968年に、制作された日本映画。制作、制作、配給日活、監督、吉田健治、脚本、千葉刺激、原作、原案、伊藤慶一。上映時間106分。1968年9月21日初方切れ。伊藤慶一著の1967年。 高段社観光の小説、沖野島よ私の愛と献身を離島の保健婦、荒木初子さんの18年を翌年に映画化した作品。現在の高知県少も市沖野島町を舞台に、現地で保健衛生医療の普及及び向上に貢献した荒木初子駐在保健婦の献身的な活動を描いた感動の物語。終戦直後昭和30年代。 亜熱帯気候に属する絶海のことを、沖ノ島及び隣接する、ウグル島は、美しい自然とは裏腹に劣悪な衛生状態に、置かれた、無意村だった。乳児の死亡率は、本土の4倍。さらにフィラリア症が、沖ノ島特有の風土病として、島民の健康を蝕んでいた。当時フィラリア症は、別名、臓皮症や、発症部位により、ホテアシ、 一生銀玉と呼ばれ、島民は元より、本土から来訪する者も一目見ただけで恐れをなす、奇病と認識されていた。同じ高知県内においても、県民感情としては、フィラリア患者とその親族、ひいては、沖ノ島という島全体が、差別的な状況にあった。高知県旗群沖ノ島村広瀬地区に生まれ育った、荒木初子は、 当時全国の若者を蝕んだ結核に侵されていた。太平洋戦争終戦間際の昭和20年8月、絶望的な戦局の中で、日本軍は特攻潜水艦基地を沖の島に建設、来るべき決戦激闘に備えて、強制疎開の命令を出し、全島民を強制退去させる。病身の若きウイゴは、単価で島を離れ、 療養中に終戦を迎える。結核から回復したウイゴは、高知県衛生会産場学校に入学。卒業して、保健不資格を取得すると、故郷の無意村、沖野島への不妊事例を受ける。そして、無意村の絶海の孤島にもかかわらず、強制疎開から帰った島民をはじめ、戦地から復員したの、終戦直後のベビーブームも、相まって、小さな島の集落には、 人々が溢れていた。沖野島物語の舞台は、文後水道に位置する高知県スク市、沖野島。島出身の主人公、ウイゴは、保健不資格を取得して、生まれ故郷の無意村、沖野島に不妊命令を受けて戻ってきた。けれども、愛する郷里に帰ったにもかかわらず、保健衛生の心得を解いて回るウイゴに幼い。 頃から馴染みだった島民でさえ、面倒で難しい公爵はお断り、という状況。年配者の漁師や、猫の額ほどの小さな畑を工作しながら、家庭を守る主婦の大半は学校すらきちんと入れさせてもらえていない。閉鎖的で近代ではもはや物理的必要がない。昔からの風習が残っている迷信深い土地の上、無意村であることや、貧困のため、 島民の衛生観念が未発達で衛生に対する近畿やタブーが蔓延しており、島の衛生医療と精神衛生事情は劣悪で整備もされずに放置されていた。ウイゴはまず保健衛生の正しい知識伝授に対する島民のアレルギーをほぐすところから始めなければならず、前途は多難であった。早速ウイゴは身寄りのない少女を引き取り育てることにした。 そして朝は事務をこなし、午後は、巡回家庭訪問、三気づいた島民には、助産婦として、夜通し献身的に奉仕する毎日。時には、いざこざの仲裁まで引き受けることも。ある日、島の青年団長、大春郎の父親が、フィラリア症にかかるが、すでに手の施しようもなく、息を引き取った。ういごと共に駆けつけた。 十位門馬の二人は無念の上に叩きのめされるが、これを機に、門馬は、十位から医師への転身を決意し、ウイゴは、高知県庁や、各地の大学病院を精力的に回り、フィラリア省の病理救命依頼に奔走する。やがて乳児の死亡率も下がり、島民はウイゴへ、全幅の信頼を委ねるようになり、心の溝は解消してゆく。そんな折、保健風ウイゴに、 転勤の事例が降りる。家族同様、いやそれ以上に信頼する、ウイゴの転勤に、全島民が涙し反対した。時を、同じくして、フィラリア特効役を携えた若いエリート医師高岡が、島を訪れ、ウイゴに求婚する。心を一つにした島民と、別れの日がやってくる。しかし、ウイゴは、県の事例よりも、若いエリート医師高岡との結婚によりも、 何より島で人生を全うする決意を固めた。孤島の太陽は今日も光り輝く。1970年2月5日から4月30日まで、富士テレビ系列の毎週木曜21時30分22時でテレビドラマ化された。日立の一社提供。映画版の脚本を担当した千葉茂げが本ドラマでも脚本を担当した。ありがとうございます。